ヒドロコルチゾンは、副腎皮質ホルモンのコルチゾールが医薬品として販売される際の成分名。急性副腎不全、先天性副腎過形成症、高カルシウム血症、甲状腺炎、関節リウマチ、皮膚炎、気管支然移息、慢性閉塞性肺疾患に使われる。高校、外用、または注射で利用できる。 長期にわたって使用してから中止する際は、ゆっくりやめていく。ステロイド外用薬では日本での格付け5段階中、4の、ラクサンプロピオン酸、ヒドロコルチゾン、2のミディアムの医薬品、ヒドロコルチゾンラクサンエステル。副作用には、気分の変動、感染症の危険性の増加、不腫がある。長期的な使用による、一般的な副作用には骨粗しょう症、腹痛。 身体虚弱、あざ、じだ症がある。妊婦における、使用の安全性は不明。抗炎症作用と、免疫抑制作用が作用する。ヒドロコルチゾンは1955年に発見された。不必須医薬品の一覧に収載されている。一般医薬品も利用できる。ヒドロコルチゾンの注射薬。ヒドロコルチゾンは、高校からの投与。 腸脈内注射、外用薬としてのコルチゾールのための薬理学用語であるステロイド外用薬としては、日本での格付けで5段階中4ベリーストロングの、ラクサンプロピオン酸、ヒドロコルチゾン、2のミディアムの医薬品、ヒドロコルチゾンラクサンエステルがある。外用薬では、吸収率の高い部位、頬、頭、首、陰部では、長期連用しないよう注意し、顔への使用は、 ミディアム以下が推奨される。病変の悪化あるいは変化なしでは中止する必要がある。全米皮膚炎学会によれば、ステロイド外用薬離脱の危険性を医師と患者は知っておくべきで、強いステロイドの連用は2週間までとしその後、少しずつ減らしていき、効力に関かかわらず2から4週間以上は使用すべきではない。ヒドロコルチゾンと比べて、 プレドニゾロンの抗炎症性は約4倍強く、デキサメタゾンでは約40倍強い。プレドニゾロンはコルチゾールの代わりになり、容量においてコルチゾールの約8倍強い。多くの血中のコルチゾールはコルチコステロイド結合グロブリンと血清アルブミンといったタンパク質に結合している。ユーリコルチゾールは 細胞膜を容易に通過し、細胞内のグルココルチコイド受容体に結合する。ありがとうございます。